教えてくれる先生とかがたくさん出てらして、うん、まあやっぱりもちろんあの素晴らしいすごい研究熱心にいろいろ作られた先生もいれば、うん、あなんか見せ方上手なんだなって思う先生もいたり、まあ私たちのって資格ってさ小さい検定系で多いじゃん、うん、いくつかね、うんうん、でまあ私なんかで言うとやっぱ最初初っ端取ったのってアロマ検定、あ、アロマ検定ね、あの精油の効能とかね、あ、そう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 、でなんかあの大体みんな1級2級あって大体1級2級ねいっぺんに受けちゃう、あ、一応分かれてるのね、分かれ、2級から取るんじゃないの、一緒に取れる、まあまあ一緒に確か取れる、え、私の時はそうだった、うん、今変わったの、いや変わってないと思う、多分一気に出せば取れるようになってるんだけど、そう、そんで、まあまあ、まとめて別にあの払えばいいだけなんそうで、なんかさ取るまではなんかやっぱこれ取ってなんかその私書けるしね、ね、そうそうそう、アロマ検定持ってますとか言って、まあ、これがね私が若くてあのどっか面接行く時に書くんだったらちゃんと勉強したのねって認めてもらうために言うんだけど、私ね今お客さんとかにもそうなんだけど自分がアロマ検定持ってるって言いたくないですよなんでなんでなんか私ぶっちゃけこのテスト取り行くのにあの前日めっちゃ酒飲んで全然勉強しないで取りに行って1日本読んだだけで取れちゃったんですよそんなもんなんかだっていっぱい出んじゃないの試験って、あ、もうあの決められた精油の数だけの成分と、あの、どこの国でね、そうそうそう、あの生産されてるとか、そうそうそう、それだけ20個ぐらいとか、そんな感じ、まあそんな感じ、そんな感じ、そんな感じ、日本がそんな被るものないから絶対買いで分かるわけ、そんなに難しくない、でそれでなんかやっぱ自分がその最初に描いてたアロマへの思いとその後にこれを取ったらもっとすごいことができるようになるって思ってたことと、やっぱり結局実践してお客様を施術受けてきて作り上げたものっていうのの成果の差がすごすぎて、なんかやっぱ検定持ってますっていうのを言うとなんか底止まりに聞こえちゃう気がして、今までもっと一生懸命やってきたと思ってるから自分で、だからなんか、まあ、一回勉強してみるっていうのは必ず必要なんだけど、今やっぱりあれ取ったのが20代の時だったんで、でもう40になるわけよ、そうだからなんかちょっともうそのことには触れないようにして勉強するのはいいんだけど、アロマ検定ってどこが主催してやってるの、なんだっけ AJ なんとかじゃん、 AAJ、うん、じゃあ AAJ が主催でやってるんだね、うん、じゃあ検定するのお金がかかるんだね、あ、そう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 、で結構かかるのかしら、いや全然かかんない、1万とかじゃない、あ、でもかかる、1万かかる、そんでその後に5000円だか1万だかちょっと忘れたけどこう払うとアドバイザーっていうのの講座さえ受ければアロマのアドバイザーって名乗れるわけ、だからなんかそういう名目が欲しかったら、そうね、だから講師業をやりたい人は持ってるといいのかも、で私結局ね、なんか講師業もやりたいんだけど、うん、なんかそのやりたいと思ったけど、私なんかフェイシャルとかはやっぱもう20年近くやってるから、うん、いろいろね、あの自信を持っていろいろできるところかなって思うし、うん、まあ、アロマとかで言ってもね、やっぱり十数年やってるし、うん、なんだけど、まあ、整体とかが今やっぱもうちょっとで10年かなって感じ、なんだけど、なんか最近さ、なんか5年とかさ3年とかでもみんな先生になっちゃうじゃん、あ、いいと思うんだよ、なんかやっぱセンス持ってんだと思うんだけど、うん、なんかそういうのとかを見てなんかこう我が振りをこうちょっと自分のことをなんか振り返る結構きっかけになって考えさせられたというか、うん、やっぱりなんかもっとしっかり勉強しようって、なんか自分に厳しくなりたいなって私は思った、うんうん、まあ年数ではないと思うけどね、ただほら、ね、うちスタッフさんを雇ってる中で、やっぱり5年の人と10年の人っていうのは正直全然違うわけよ、違うんだ、違う、で時々話すけどさ、やっぱり5年ぐらいになるとさ1回天狗、そうだ、出た出た、久しぶりに出た天狗セラピスト、そう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 、なるよね、俺もなってた、だから私もなったし、恥ずかしい、もう本当にやめろって言いに来たい、あの時の自分に、うん、俺も言いに来たいお前何自信満々なってんだよみたいな何でもできちゃうぜみたいなそうそうそう、いやあれが恥ずかしいわ、うちなんかもそうだけどネイリストさんとかアイリストさんって10年選手になってくるともう逆にめちゃくちゃ謙虚、何でもできるなんて言わない、うん、うん、そうなってほしいよ、そうだからなんかね、本当にあの素晴らしいなと思う、尊敬してる、あ、そう、
謙虚にならないとね、皆さん、謙虚に。そうですね。謙虚になりましょう。あのね、謙虚な人ほどやっぱり人を引きつける力があるからね。うん、やっぱり攻撃的な人は攻撃してそうで、また魅力あったりするんだけど、また違う意味で反感もめっちゃ買うしねっていうのもあるし。でもやっぱ謙虚で感謝で、やっぱそうやって生きていくことが一番いいよね。ただなんかやっぱり自分が慣れちゃうと、やる気とかそういうところがちょっと弱まっちゃったりとかね、感じる時があるから、なんかエネルギッシュではいたい、ね、エネルギッシュだからね、常に挑戦してたら、またさっき話聞いたら挑戦、いろんなことでまたこれから挑戦バイクだって、本当バイクの免許取ります、まあ、私は持ってるんだけど、ね、バイクと、なんだっけ、あとなんか言ってたね、さっきなんだっけ、ああ、インスタライブと、そのなんか YouTube の中で、定期的に、なんかその、配信していく。そう、ダイエットをしてるお客さんが多くて、で自分も年取ってきて、なんかその、健康面とか不安なわけ。うんうん、不安なんだ。不安不安。だって、あの、昔はさ、何やっても疲れなかったのに、時々疲れ感じるんですよ。感じるようになった。私、あの、体式でさ、お客さんの上に乗って足パタパタパタって、やるなじゃん。うんうんうん、私そう30前半までは私これ2時間ぐらいできるわと思ってめちゃくちゃ体力あったんですよ。私今10分とかやったら次の日動けなくなっちゃう。10分もやらないから。やらないんだけど30秒ぐらいはその時の体力って恐ろしいなと思って。いやでもねやっぱり衰えてはいるよ。俺も運動はしてるから衰えてないって言いたいけど、ね、やっぱり衰えてるよ。あとほら友達のそのほら幼馴染の話とかこの間ねされてたじゃん。50歳ぐらいでも幼馴染が亡くなっちゃいましたみたいなね。それもやっぱりね、なんか闘病されてたっていうのは本当に突然のね、突然です。だって運動もしてたし、運動してた、運動神経お酒も飲まない、お酒飲まない、うん、だからそれは飲めない。そう、なんかやっぱりすごいね寂しいじゃん。いやなんかやっぱ考えちゃったよね。だからさ、うん、まあ人生観的にはさ、やっぱそのあなんていうの たまに聞くんだけど、うん、今の時期はめっちゃ仕事頑張る、うん、それで例えばお金にちょっと余裕がして時間が良くなってから遊ぶんだっていうことは好きじゃない、うん、なるほど、うん、いつ来るのその時みたいな、うん、で亡くなっちゃったら終わりじゃん、うん、もうその時を楽しまなくちゃって、もう本当に若い時からずっと言ってたんですよ。若い時から、うん、だから若い時からもうよしスカイダイビング行こうぜパンチ行こうぜとか、うん、もうその時やりたいことをやろうみたいな、うん、俺なんか血迷ったら盆栽やらしみた時期やった。盆栽盆栽あでもそれもちょっと興味ある。あるなんでじいさんだったら盆栽とか好きになるんだろうってちょっとやってみようって言って全然あの面白くなかったらすぐ、でもさなんかさあの思った方向に枝田行くとか行かないんじゃない。そこまでも行かないで。もう全然わかんないし、ね、伸びんの精神みたいな。でも何でもやってきた。その時を楽しんできたんで。ではいいね、そういうのはね、うん、もう今もそうだし、うん、これからも多分そうだし、うん、そうやって生きていきたいしね。うん、お、やるか。そうそう。うん、ちょっとまた、ね、行きますか。全国経骨髄。ただ、全国経骨髄話、ちょっと簡単にだけど説明するけど、はい、あの、硬いじゃないですか。あと、ガニ股系の人が硬くなるんでね。硬い方前傾骨筋。硬いと思う。マジで、うん、硬い、うん、あ、でもそんなにカチカチかかないけど、普通に硬い。まあでも、ミキティの硬さ的には、まあ、俺もそうだけど、うん、まあ、そこまでじゃないですよ、じゃん、体って。だって、本当のお客さんってさ、もう、あーえぇ、ーって、いたーみたいな。そういうの戦っちゃ壊れちゃうんで、ね、そういう人用に、前傾骨筋。剥がし方をこれからやります。剥がされます。うん、あの笑ってられない感じの技だから。じゃあ行きますよ、はい。レッツゴー。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。